どうも山上です。さあ登場回と6代目のことは一旦忘れて、今日はサブストーリーをやっていきたいと思います。君かな、何かお困りで。ああ鈴木さん、お疲れ様です。どうかされたんですか村松さん。いやまあちょっと。村松くん、少し外すから電話が来たらお願いね。ああわかりました。僕に万事をお任せよう。村松くんもジムって感じか。運転もするのかい。なあなあ聞かせてくれよ。飲みに行かないか。村松くん、どんな感じね。誠に遺憾ながら状況は芳しくありません。綺麗な言葉使う。育ちがいいね。バッテン困った場合。鈴木さん、パソコンは詳しくなかね。いえそれほどでは。そうね。いやさっきからそこのパソコンの調子が悪かった。急に動きが遅くなってくさ。なんだこれは。どうしました、ウイルスでも入っちゃったんですかね。これは、空の、うわぁ、空のウィンドウがどんどん増えて止まらないぞ。くっ、ついにやられたか。これはあれだ、サイバーテロだ。サイダーテロ、何ですかそれは。誰かがうちのパソコンばハッキングしとっちゃなかね。鈴木さん、どげんすればよかと。サイダーテロ、クッキング。キリュウちゃんはそれで。パソコンについては私もあまり詳しくはないのですが、今会社の人間はみんな詳しくなかよ。バッテン、そんパソコンには大事なデータが山ほど入っとうとよ。今は鈴木さんが頼りばい、どげんかできんね。わかりました。できる限りやってみましょう。それではまず、叩く。キーボード押しまくる。上、箱の後ろについてる紐を抜く。紐って言ってるもんね。コード的なあれでしょ。パソコンが何たるかもわかってないんじゃないか、キリュウちゃん。なんだ、叩く、テレビ的、いやー。壊れたブラウン管はよく叩きますが、ブラウン管って、押しまくってみたらいいんじゃないですか。もう一旦壊しちゃいます。キーボードを押しまくってみましょう。何でもいいから押しまくってみてください。そりゃでたらめばい。素源で治ったら誰も苦労せんやろ。確かに。しかし何もしなければ治るものも治りません。わずかでも可能性にかけてみるべきかと。サイバーとサイダー、間違えてる人の言うこと聞いちゃダメだばい。できなそうだな、おじさんたち。これ本当に直した方がいいのか。やっぱりダメみたいやね。状況は何も変わっとらん。いえ、この方法では直らないということがはっきり分かりました。一歩前進です。ポジティブ。バッテン、こげんしと間にも大事なデータば盗まれてでもしたら大ごとばい。個人情報とかね、もちろんです。それでは次に、スイッチ切るか。そうだね、切ってみよう。一度スイッチを切りましょう。非常時はこれに限ります。おお、素源やった素源やった。うっかりしとった場合、一旦再起動。再起動しても意味ないか。ウイルス、振り出しに戻るという意味でもね。おかしかね。うんともすんとも言わんようになってしまった場合、やべ、操作を受け付けないということか。厄介ですね。いかん、シャットダウンもできんごた。鈴木さん、こうなったら電源ば抜いたらどうね。電源を、いやそれは危険なんじゃ。ハードデスクが壊れる可能性がありますって。それは困る。バッテン、どげんすればよかとね。そうですね、ここはやはり叩くのか。いや誰が叩くのかにもよるな。キリュウちゃんが叩いたらもうコッパみじんよ。紐抜いてみな、紐。あんたの言う紐。パソコンの後ろについてる紐、私はあれが臭いと感じます。紐、ああランケーブルのことね。でどげんすればよかとね。紐って言ってるやつの言うこと聞くなって。引き抜くんです、力の限り。なるほど、ネットワークから一旦切り離そうちゅうことね。それは最も倍。わかった。一旦ね、紐抜いてただの箱にしちゃいましょうっつって。ウイルス感染、迷惑メール開いたとか。いや誰か見てるだろう。アダルトサイト村松、どげんで、これでよかっちゃろうが。いやー泣いちゃいやー。意地悪しないで、早く元に戻して。鈴木さん、これな、パソコンからエロか声が鳴っとうよ。しまった、罠だったようです。社長、我々の行為は相手に読まれていたんです。女がずっとうるさいな。どげんことね。おそらく紐を抜くと喘ぎ声が出る仕組みだったんです。こちらの対処を封じるために。この映像を描いた人間は先の先を読んでこんな仕掛けを。してやられたな。本当に平川さんいなくてよかったね。
ちょっとちょっと、事務所でこげんな妙な声ば出されちゃまずかよ。鈴木さん、はよなんとかして。それでは次に、うるせえな、ちょっと黙って、女の人。え？で、元に戻してって言ってる紐戻してみればいいんじゃない？抜いた紐を元に戻してみましょう。そうか、喘ぎ声は卵を抜くなと言っと、鈴木さん、グッドアイディアばい。抜いちゃ嫌じゃないのよ、ランケーブルじゃろがい。あ、声が止まった。乗った？もっと奥までランケーブルをつって。鈴木さん、これ何ね、セリフが変わったばい。残念ながらこれを読まれていたようです。こんままじゃ職場の雰囲気が崩壊するばい。鈴木さん、こげんなったらもう最後の手段しかなかよ。もう村松くん喋んなくなっちゃってんじゃん。緊張しなくてもええよ村松くん。最後の手段、パソコンから電源コードば引き抜く。電気がなかったらパソコンもただの箱ばい。でもそれはパソコンのハードディスクに大きな負担がかかります。データが失われるかもしれませんよ。バッテン、この状況じゃもはや仕事にならんて、他に手はなか。ですがまだデータに実害は出ていません。喘ぎ声が出ているだけです。まだ諦めるのは早くありませんか社長。もう手は尽くしたばい。こげん声ば聞いとったら俺はおかしくなるばい。どうおかしくなっちゃうって言うんですか社長。よく聞いてみる。もう抜かないでね。行くけんね。これで決着ばつけちゃ。止めんでよ鈴木さん。社長、止めなくていいんだろうか。いいよ、もう全部任せよ。総責任者は中島さん。止めちゃった。村松さんの言う通りです社長。その紐にだけは手を出すべきじゃない。そんな予感がします。バッテン、こげな声ば聞かれでもしたらうちの事務所が妙な誤解されるやろうもん。しかしその箱には重要なもう押し問答だな。抜いちゃえ抜いちゃえ、止めてごめん、抜いちゃえよ。そう、それを言われると、ちょっと何、あ、やべやべやべ。平川さん戻ってきたとね。それよりこの喘ぎ声を止めてください。セクハラで訴えますよ。それが止められんとよ、サイバーテロでパソコンが操作できんと。サイバーテロ、どれです、ちょっと見せてください。うわ頼もしい。あ、これはジョークプログラムですね。うん、データを盗んだり壊したりとか、そこまで悪質なもんじゃありません。それじゃ、私のウイルス対策ソフトを入れましょう。平川さん専用なの、会社全部のパソコンに入れちゃりーよ。ウイルス対策ソフト？今時、ウイルス対策は常識ですよ。社長、何も対策されてなかったんですか？そげんこつ、わからんもん。まったく。かっけ、冷静。村松くんが本当に何も喋らないじゃん。さあ、これでいいですよ。お、止まった。そっげえ。喘ぎ声が止まった。おほほ、やったばい、平川さん。これでもう大丈夫とね。ウイルスは駆逐されます。でもね、社長、村松くん。このプログラムって、アダルトサイトによく紛れ込んでるんです。今後は業務用の PC で、そういうサイトを見るのは遠慮していただきますよ。な、しっけえな。確かにこれは僕の使ってるパソコンですが、濡れ衣だ。そうよ。見とらんて、証拠もないのにそげんこと、平川さん。そりゃセクハラばい。見苦しいですよ、社長。私は何でもお見通しなんですから。うぐ、何ば言われたっちゃ、とにかく知らんばい。そげんこつより鈴木さんのおかげたい。危うく電源ば抜いてしまうとこやった。あぶね、止めてよかったんだ。そうだったんですか。そんなことしたらハードディスクが壊れるところでしたよ。だけんくさ、鈴木さんがおって助かった。こいつは何もしてね。これは感謝の気持ちたい、受け取ってくれんね。ありがとうございます。いや、誰がアダルトサイト見てたのか吊るし上げた方がよかね。なあ、まったく人騒がせな人たちだ。面白いじゃん。流すタクシーの人たちと交流していきたいですね。なんていうサブストだったんだ。サイバーテロ、うん。大げさな事件でなくてよかった。社長を止めたのは正解だったな。うぃ、ナイス判断。絶対村松くんだろうな。村松くん実家済みだろ。だから家でアダルトサイト見れないから会社で見たっていうことを私は妄想していく。オッケー。よし。じゃあ今日は街中のサブストーリーも回収に向かいますか。サブ、アナザー、サブ、アナザーってやっていくか。そうするか、キルちゃん。メインは、また今度だ。はい、近くにありますね。コンビニの横に
あのタクシー、タクシーのうんちゃんか、違うか、これはタクシー乗っちゃうのか。ん、あ、同業者、あ、和田さんか、ありゃ鈴木さんじゃなか、聞いてよ、さっき村松が会社でアダルトサイト見てた和田さんでしたか、お疲れ様です。いや僕なんか何もしてないよ、なかなかお客さんが捕まらなくてね。そうなんですか。うわ、なんだ今の。鈴木さん、あの車当て逃げたい。待って、ユータ、ユータを返して。え、何が、いろんなことが起こってる、どうした、何があった。誘拐、子供をさらわれたんです、さっきの車に私のユータが。なんだって、誘拐ってことか、わかった、とにかくすぐ追いかけよう。和田さん、タクシーお借りします。わかった、奥さんも乗ってくれ。もちろんです、奥さん、うわ、金持ちそうな奥さん、でも結構美人、お願いです、ユータを取り返して。オッケー、そんなゴールドのネックレスつけてた、なんだ、どどどどどど、オッケー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 、なんだなんだなんだ、追い抜け、はい、車を追い抜くそうです。奥さん、しっかり捕まってろよ。追いかけるミッションについて、勝利条件について、はい、このレースは通常とは異なり、制限時間内に相手を抜けば勝利。オッケー、体当たりとかしなくていいんだね。オッケーオッケー、わかった、走ればいいんだね。おら、待て、こら、ゆうたくんおかしなさい、これ、キレちゃん、マッハアクセル全開でいってる、あぶね、うわ、やべ、ここ怖、ここ怖、怖すぎ、うわ、あいつ運転うまくない、あぶね、直進、いけいけいけ、ここまっすぐまっすぐまっすぐ、あぶあぶあぶ、怖い、いけ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 、これ、追い抜けんのか、やっぱターボとかなんか、ドリフトとかしてった方がいいんですか、いって怖い怖い、ここ怖い、いける、抜ける抜ける、大丈夫、2分あれば抜ける、いき、いいじゃんいいじゃん、ここのまっすぐ直線でいけるぜ、これ体当たりとかした方がいいんじゃないの、捕まえた方がいいんでしょ、もう一個、抜けそう抜けそう抜けそう、いける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 、うわえ、ただの怖いな、まだ高速の走りは怖いっちゃけん、怖いっちゃけん、いや、抜いた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 みたいです。ふぅ、こういう追いかけっこもあんだ。うーわ、コテコテの、コテコテの誘拐犯。おい、お前、俺たちの邪魔をする気か。ユタ、ピストル持ってます。お母さん、助けて。子供を離せ。話はその後でたっぷり聞いてやる。うるせえ。どうせ俺たちはもう後がねえんだ。消える気ねえならぶっ殺すぞ、おら。あなた、もしかして糸田さん？何？知り合い？元彼？こいつら、顔見知りなのか？顔は隠してますが、うちの元従業員です。なるほど、会社のお金を横領したもんですから、先日夫が解雇したんです。金なら返したろうが、おかげで俺たちに残ったのは借金だけだ。だからもうこうするしかなかった。何被害者面してんだ、訴えられなかっただけありがたいと思いな。お願い、糸田さん、ユータを返してください。警察には言いませんから。まさかこんなことになるとはな、俺のやり方は間違っていたよ。最初から奥さんも一緒にさらっとけばよかったんだ。とんだ二度手間になっちまったぜ。そんな、奥さん美人。そこの男も付き合ってもらうぜ。まとめて全員人質になってもらう。おら、こっちに来な。人質にしたら屈強すぎないか、バカタレだ。喧嘩すんの、キリちゃん。バカな奴だぜ。おめえら、やっちまうぞ。バカな男だ。やれるもんならやってみろ。いけいけ。言われるまでもね、このバカ。死なねえ程度に痛めつけてやる。よく叶うと思ってんな、俺に。まだまだ現役だぜ。あのピストル奪える。撃ってくんね、撃ってくんね。はい、よいしょ。よいしょ。ほら、起きろ。いやー、いやー、キルちゃんやめて。キルちゃん、キルちゃん、キルちゃん、痛い。やだー。この子やだ。ピストルもーらい。ほら、9ミリよ。ふふふふ。殴っちゃった。おら、何が、俺にかなうと思ってんのか。おら、断じて殺しはやってません。全部撃っちゃう、もうため使い切っちゃう、使い切っちゃう。オッケー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 。ひどいやつだ、ひどいやつだぜ。よし、あとは捨て頃で言ってやろう。はい、じゃあオッケーオッケー。やだ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 って言ってるじゃん、糸田さん。はい、ナイス、素晴らしいです。おれ、終わりじゃボケ。誰が人質だって、この野郎。ゆうたくん、うえん、お母さん怖かったよ。ありがとうございました、本当にありがとうございました。いや、いいですね、こんなサブストもあるんですか。無事でよかった。それよりこの男たちはどうする？ん？覆面取って。もう警察には通報しておきました、すぐに到着すると言ってます。そんな、
奥さん勘弁してくれよ。子供は無事に返したじゃねえか。金を返せば横領はチャラ、子供を返せば誘拐もなかったことにしろってか。調子のいいこと言ってんじゃねえ。ひぃ、お前らいい歳しててめえで何やってるか全然分かってねえようだな。檻の中でじっくり頭冷やしてくるといい。そう、そういう口調じゃないと四代目安心する。チンピラキリュウちゃんに戻っておいで。くそ、あんた何なんだ、本当にただのタクドロかよ。さあどうだろうね。あの、本当にありがとうございました。あなたのおかげでユータが、なんてお礼を言っていいか。お礼はただ居合わせただけだ、気にしないでくれ。これ、ほんのお礼の気持ちです。受け取っていただけますか？2万円か。旦那さん社長なんでしょ？もっと出せんじゃないの、奥さん。なんて嘘嘘。嘘嘘、ウェイ。そっか、高速道路走ったからこっちの経験値ももらえるんだ。ありがとうございます。こちらこそ、このご恩は一生忘れません。おじさん、どうもありがとう。もう誘拐なんてされるんじゃないぞ。和田さん、タクシーありがとうございました。先輩は何もしないんすね。やめんね。そんなのいいって言って。いや鈴木さん、お手柄やね。偶然ですよ、たまたまです。それじゃあ失礼します。かっこいい。いやはや、まったく大した男ばい。和田さんいいね、なんか見守ってくれる兄貴分って感じがするじゃないですか。何だったんですか今のサブストは。誘拐犯を追えか。ああ、子供を無事に助けられてよかったな。オッケーでーす。サブスト、あと何個いけるやろか。今日はずっとサブスト。次はここら辺のサブスト。サブスト、誰が僕を。あ、ゴミだ。ゴミ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 、ナイス。オッケー、貢献していこう。で、サブストはどこだ？ん？かっけえ。何この車？ラメだよ。なんだあの車は。うわ、デビルキラーな気がする。あ、和田さん。何ですか、つけてきたんですか。あれはラメ色の流星だね。ちょ、何かっこいい。おい、キリュウちゃんの車もラメにしようよ。あ、和田さん、どうもお疲れ様です。寝室鬼没ですね。お疲れさん。それより鈴木さん、あの車知ってる？いえ。和田さんはご存知なんですか？うわ、いいエンジン音。かっけー、かっけーよ。あれはラメ色の流星。走り、あー、デビルキラーではないんだ。走り屋集団ゼロジョ。ゼロジョ、ゼロジョ、ちょっとかっこいいね。センス感じるわ。感じってところがいいね。リーダーの車。うわ、さすがリーダー。ラメ、ラメ色の流星、ラメ色の流星。なんでもゼロジョってのは美人揃いの、女性の走り屋。なるほど、美人揃いの走り屋集団らしくてね。僕も一度その顔を拝んでみたいと思ってるんだ。女だけの走り屋集団ということですか。ほう、そういう話なんだけどね。ところが実際はまだ誰もゼロジョのメンバーの顔を見たことがない。それじゃ本当にゼロジョが美人揃いかどうか誰にもわからないんじゃないですか。そうなんだよ。こういうのも都市伝説っていうのかね。もし彼女たちの顔を拝みたければ走りで勝つ以外に方法はないそうだよ。実際ゼロジョは走り屋相手によく勝負をふっかけてくるらしくてね。その時、例えば鈴木さんが負ければゼロジョはそのまま走り去っていく、けど勝てばその顔を見せてくれるって話なんだ。それじゃあ彼女たちの顔を見た者がいないということは、今までゼロジョは誰にも負けたことがない。どうなんだろうね。結局全部ただの噂だから。だけど面白そうな話でしょ。ゼロジョが負けなしか。何やってんだデビルキラーは。確かにそうですね。何、勝負挑んじゃう系の人あんたは。うわー、ラメ色の流星超かっこいいね。ピンク色でいやらしい色だよな。一体どんな女が乗っているんだろうか。男っていうオチなんじゃないの。ちょ、どこ行けばいいのキリュちゃん。あれ、これ、この、話だけでも聞けって。あ、これがサブストの続きか。ややイケメンのキャッチ。どこがやねん。君かわいいね。稼げる店紹介するよ。やめてよ。困ります。そんなに警戒することないだろ。ちょっと話するだけだって。こっちの方がイケメンじゃないか。俺たち全然怪しいものじゃないんだから。すいません、でも私もう行かないと。だからそんなに時間取らせないって。この気弱そうな人がゼロジョだったらどうする。ギャップ萌え。素直に話聞いてった方がお互いに時間の無駄が省けるだろ。ちょっとだけ店に来いって。そんなあなた、こっちだ。ゼロジョだ。絶対ゼロジョじゃん。いい女。
あなたたちいい加減にしたらどう？なんだお前は。私気の強そうな女性。いやー、こういう人にね、ラメ色の流星に乗っててほしいよね。彼女困ってるって言ってるでしょ。早く行かせてあげなさいよ。だからそんな時間取らせないって。いいから、あなたは早く行って。かっけえ。はい、ありがとうございます。やばい店で働いてそうなお姉さんだ。ああ、逃げちゃった。まあいいか、お姉さんの方が綺麗だし、代わりにお姉さんに話聞いてもらおうかな。それにしても気の強いお姉さんだね。俺のタイプだよ。ねえ、稼げる店があるんだけど、働いてみない？あんたがうちのキャバに来たら派手に稼げるぜ。悪くねえ話だろ。どこ見てんのよ。そんな話はお断り。あんたたちみたいにルールも守れないような、しつけのなってないキャッチのいる店じゃ、たかが知れてるものね。なんだと？てめえ、もう一遍言ってみろ。ずいぶん威勢がいいじゃないの。俺らもいい加減、女だからって優しくできないよ。あら、頭だけじゃなくて耳まで悪いの？何度も同じこと言わせないで。私はあなたたちみたいなプロ意識のない人間嫌いなの。うわ、かっこいい。お名前を教えてください。かっけえ。なんだと？頭も耳も顔も悪いのね、このキャッチが。このクソ女、いつまでも調子に乗ってんじゃねえぞこら。おい、よせ。かっけえ。やっと来たか、キリュウちゃん。その辺にしとくんだな、お前たち。少し頭を冷やしたらどうだ。ち、なんだてめえは。ただの通りすがりだ、ドン。だが目の前で女が殴られそうなところを素通りするようなことはできねえな。私なら平気です。関係ない人を巻き込みたくないわ。身を引いてください。へ、それはもう手遅れだぜ。お前らまとめてぶっ殺してやる。わからん奴らだな。仕方ねえ、相手してやる。お嬢さん下がってなさい。僕が一人でやっちゃうよ。絶対ゼロ女のメンバーじゃなかったら僕はお姉さん、お姉さん一緒に戦うかと思ってたんですけど、お姉さんが、あ、逃げたな、あの女。くっそ、チャリンコでどんだ、チャリンコでどんだ。おら、お姉さん見てますか。ぜひ連絡先を。おじさんだからって舐めるなよ。やっぱチャリ振りました方が楽だわ。行って、チャリ吹っ飛ばしやがった、あの野郎。なんちゅう脚力。はい、終わりだぜ、バカでかい。ういしょ。ああ、この技痛い。この技はやめよう、キリちゃん。残酷、そんなあんたが好き。タゲア、すいません。もう消えますから見逃してください。流すがいから消えるんだな、バカ。誰が。さあお姉さん、二人きりです。怪我はないか。ええ、あなたこそ大丈夫？関わらないでいいと言ったのに。ああ平気だ、こういうのには慣れてるんでな。そう、何にしても助けてもらう形になっちゃったわね。お礼に一杯おごるわ。いや、そんなつもりで助けたわけじゃない。気にしないでくれ。あなたはそれでいいかもしれないけど、私は借りっぱなしじゃ気が済まないの。私？ああ、ナナミレナ？ナナミレナと申します。うわ、源氏名じゃない？ゼロガール。ゼロ女のメンバーでござろう。え、そう。私、ゼロガール、ゼロガールってお店でママしてるの。まあ、その衣装なんだよね。それ私服じゃないもんね。お店のコンセプトが、そういうボディースーツなんだもんね。ふ、なるほどな。道理でしっかりしてると思った。私は女で、いわゆるギャルだと思われるから、これくらいじゃないとすぐに舐められるんですよ。真の通った女性。え、ゼロ女とは関係ないのか。夜のお仕事の世界はなんだかんだで男社会。その中で女が生き残るには何倍も努力して、何倍も実力をつけないと。男社会か。確かにそうかもしれないな。私どんな男よりもしっかりしたいと思ってるの。ん？男社会の中でも女が勝てるってこと、それを証明したいのよ。男社会だからとか女だからダメとか、そういうのが私一番嫌いなのよね。そうか、なら俺がさっきあんたを女だからって理由で助けたのも気に食わなかったか。ふん、正直ね。でも同時に感謝もしてるわよ。それならよかった。そういえばお名前聞いてなかったわね。あなたお名前は。鈴木だ。タクシー運転手をしている。タクシー運転手の鈴木。お、いいアングル。どうかしたか。いえ、何でもないわ。鈴木さんなんて他にもたくさんいるものね。しかしゼロガールか。そういえばこの前似た名前の走り屋の話を聞いたな。確かゼロ女。はっ、うわー、そうっしょ。ナナミちゃんが
そこの頭張ってんの？なんでも美人揃いのチームらしい。前に街でそのリーダーの車を見かけたんだ。名前は確か、いや、虹色の妖精ラメ色の流星、桃色の旧星ハライチのネタみたいになってる。桃色の旧星、いや、これ正解でドン。ラメ色の流星だったな。あなた面白い人ね。街の走り屋なんかに詳しいなんて。普通の人ならそんな名前を聞く機会まずないわ。もしかしてあなたも走り屋だったりするのかしら。いや俺は別に。嘘が下手ね、この子は。うーん、そうならいいけど。お互い秘密を抱えた男女っていいじゃないですか。ななみちゃん、連絡先を。あ、そうそう、走り屋といえば私も面白い話をこの前聞いたの。長須タクシーって会社の運転手がデビルキラーを敵に回してやり合ってるって。確かその運転手の名前が鈴木さんだったかな。お互い探り合ってんじゃん。ちょいちょいちょい。あら、不思議ね。あなたと同じ名前だわ。もしかしてあなたがその鈴木だったりね。ふふ。いい女。用事思い出した。お礼は結構だ。じゃあ俺はこれで不自然な立ち去り。鈴木さん、今度ちゃんとお礼に伺いますので。それじゃ。うわー、ゼロガール行ってみたいな。俺の噂を知っていた。あいつも走り屋なのか。もしあいつがラメ色の流星。ちょ、ラメ色の流星だ。何気になるじゃん。ぜひお手合わせ願いたいね。いや、これレースできるんじゃないか。レース、そうだな、レースできそう。だから営業所に戻って、うん、なんかレースバトル発生してるんじゃないかなって踏んでるんで戻りましょう。今日はラメ色の流星の正体を暴いちゃうぞキャンペーンだ。いけいけ、うん、それっぽいな。営業所でまたサブストゥーリーが発生しているじゃないか。はい、入って。待って、女がいる。怖い。ストーカー。ん？あ？違うな、ななみちゃんじゃない。失礼、あなた流すタクシーの鈴木さんですね。誰だ？私は、伝言。私はゼロ女のものです。リーダーのラメ色の流星からあなたへの伝言を預かりました。ラメ色の流星ってもう二つ名なんだ。車の名前じゃなくてね、堂島の竜みたいな。ラメ色の流星。うわ、どっこいどっこいでかっこいいね。何？ラメ色の流星はあなたと走りで勝負がしたいと言っています。差し支えなければ今すぐにでも。なぜこの俺に勝負を？俺はただのタクシー運転手だ。ですがラメ色の流星はあなたを存じております。鈴木さんの方にもお心当たりがあるかと思いますが。おい、やはりあのナナミって女、あいつがラメ色の流星だったのか。いかがですか鈴木さん、今すぐにラメ色の流星の挑戦を受けていただけますか。いや、勝てるかな。ちょ、行ってみようか。いいだろういいぞ、いいガッツポーズ。その挑戦受けてやる。ふふ、ありがとうございます。さすが、ラメ色の流星が見込んだだけのことはありますね。ラメ色の流星っていちいち呼ぶの大変じゃない？私はこれで失礼します。それでは、よろしくお願いしますね、鈴木さん。しかし勝負とはどういうつもりだ？まあ、決着つけなきゃね、男と女の間にも。うれ。やっぱかっこいい。このいやらしく光るピンクの車体かっけえ。ゼロ女の顔を見る方法はレースに勝つ以外ないんだったな。つまりやるしかねえってことか。行こうぜ相棒。キリュウちゃんもラメラメに。いや、かっこいい、超かっこいいじゃん。ラメ色の流星、オッケー。うわ、長いコース、中級、一周。あ、長いコースになりそうで、いきなり難易度が星4です。行け、キリュウちゃん。大丈夫かな。いや、何もカスタマイズまだできてないんですけど。いや、無理かな。アクセル全開での、うわ、いや、これカスタマイズちゃんと受けてから挑戦した方が良かったサブストだったんでしょうか。じゃあ早めに言っといてほしいですね。うわ、だってもうあんな派手なラメ色があんなに遠くに。待って、まあ、トラック邪魔なんですけど、トラックを通り抜けちゃいました。やばい、タイムロス、あぶねえ。待って、これ2周か、2周だよな。はい、とりあえずね、射程範囲内には入れておこう。そうだな、見失わないように。このままじゃまずいよね、キルちゃん。どうしたらいい？どうしたらいいんですか。はい、とりあえず安定、何にもぶつからずに走ればいけたりしないか、これ。トンネル越えよ、トンネル越えよ、よいしょ。
いいよ。ターボ出した方がいい、出した方がいいね。こういう時に出した方がいいよね。抜かした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 、うわぶつけてきやがって、てめえこら、この野郎、いってえな、いってえな、おら、お前の車拳で消すことだってできるんだからな。女が女なんだろうな、美人であれ美人であれ、ういじょういじょーいしょ、よしよし曲がっていい感じ、今抜いてんのか、極み出しちゃおう出しちゃおう出しちゃおう、どんどん出しちゃおう。キルちゃん何をしている、いいねいいよ、最高、爆裂アクセル最高、いいよいいよ、距離離して距離離していこう、いいじゃんいいよ、これ勝てるかもしれない、みんなみんな応援してくれ。でもう1週間長いです、長いけど頑張ろうね頑張ろうね頑張ろうね、うわできるだけ距離を稼ぎたいから、変なところでぶつからないように、ほらガンガン飛ばすぜ、どけどけ、邪魔だこら、邪魔だ邪魔だ、道が狭い、おやめろ、車線変更すな、車線変更、俺に無断で車線変更すな、いいよ、いや近づいてきて、元の速さが違うんよね、ラメ色の流星とね、どうしたらええんや、ほら極み出すぜ、ほら、おー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 おおおおかっこいい熱血ドリフトギルちゃんがやってんのこれ、あんたすごいじゃん、これは勝てるんじゃなかろうか、このまま何事もなく事故がなく行けばうわ事故、うわターボが使いこなせん、車が邪魔すぎる頑張ろうもうちょっと練習必要だな、デビルキラーにもこんなんじゃ勝てん気がするから、ここなんだ、すげえカーブが多くない、カーブ多くないカーブ多くない、ここでなんかスピードを落としちゃいけない、落としちゃいけないの分かってるけど、ブリちゃん焦るな焦るな、大丈夫大丈夫、まだ大丈夫まだ大丈夫まだ大丈夫でしょ、いけるでしょ、あ近づいてきた、すげえ距離縮められてる、ああやばいよ、もう極みもないし、このまま直線で頑張るしかない、あやば、もうダメじゃんもうダメじゃん、いいペースだったのに、なんで私がぶつかったからか、キルちゃん、おーいい、これダメだな、カスタマイズしとけばよかった、あいける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 、大丈夫キルちゃん頑張ろう、頑張っていこう頑張ろう、ういしょ、よしよし、あと直線頑張ろう、うわターボでいけるか、ターボでいこう、オッケー、距離離せる、これいける、うわいけるか、うわあとちょっとなんじゃん、抜かされる、めっちゃいいレースしてない、勝った、危ねえ、うおー勝ったよおーおい、初レース初勝利です、うー緊張した、勝ったよ、オッケー、こういうことね、分かった、なんとなくオッケー、楽しい、ゾクゾクするぞレースどういうアングルじゃ、本当に噂は伊達じゃなかったのね、流すタクシーの鈴木さん、やはりあんただったのか、おい、ななみちゃん、ななみれな、いや、ラメ色の流星と呼ぶべきか普通に名前で呼んでちょうだい、ラメ色の流星って呼ぶのは私の顔を知らない男たちだけよ、なぜ俺にこんなレースを仕掛けてきた、ヒヤヒヤしたぜ、走り屋がレースを仕掛ける理由なんて一つしかないわ、あなたとどっちが早いか試してみたかったの、しかし今回は乾杯だわ、男に負けないようにって頑張ってきたけど私もまだまだってとこね、男に負けないか、ええ、前に夜の仕事の世界は男社会だって話したでしょ、それはこの走り屋の世界でも言えることなの、まあ女性の走り屋ってなかなか聞かないっすもんね、ハンドルを握るのはいつも男、女は助手席の飾り、そう思ってる連中が走り屋界にはたくさんいるの、うん、前にも言ったけど私そういうのが嫌いでね、女を舐めてるそういう男たちに一泡吹かせてやりたいと思うようになったの、もともと車が好きだったしね、それで作ったのがあなたもご存知のゼロ女よ、なるほどな、男社会に女を認めさせるっていうあんたの志はブレちゃいないんだな、ふふ。でも男のあなたに負けてしまったわ、これで腐敗神話も崩壊ね、はあ、これでまた結局女は勝てないとか陰口を叩かれるのかしらね、さあどうだかな、言いたい奴には言わせておけばいいさ、誰が何と言おうと、あんたが男だろうと女だろうと関係ない、あんたは速い走り屋だし強い人間だ、それで十分じゃないのか、もうこの顔に弱い女は好き、ふっ、確かにそうかもね、男とか女とかを一番気にしてるのはむしろ私の方かもしれないわね、
あなたと会えて戦えてよかったわ。これ前に渡せなかったお礼よ。受け取って。3万円いいのに、七海ちゃんのお名刺が欲しいわ。ああ、お金に加えてありがとう。あなたには負けたわ、鈴木さん。私が素直に負けを認めることができた男はあなたが初めてよ。もしかしたらこれが男に惚れるってことなのかもね。ふ、どうだろうな。くぅ、それじゃ私もう行くわ。あなたと走れてよかった。勝負を受けてくれたこと感謝するわね。なあ、まだ走り屋を続けるのか。さあどうかしらね。あなたに負けたらなんかすっきりしちゃったし、当分走りはいいわ。もし速さに飢え始めたら、自分で走らずにあなたのタクシーに乗りに行くわ。その時は歓迎してよね。ふふ。なに、いい女と男がくっつかんかい。いや、かっこいいな。この車ちょうだいよ。なあ、もう走らないならちょうだいって。ラメ色の流星七海レナか。強敵だったな。おい、おいおい、いや、レースヒヤヒヤしたな。カスタマイズちゃんとやってった方が良かったんだろうね。そういうことだね。うわ、いや、ありがとね。ちょっと今日はカスタマイズを一旦見直してから終わりにしようか。デビルキラーともそろそろね、走らなあかんと思うので、できるかな。ラメ色のタクシーにしてもいいですか。うん、チューンナップ500ポイント上げて。うん、そうだよね。こういうのをちょっとずつ上げていこう。あ、すごく、僕は今開けれるじゃん。開けとけよかったんだ。ノーマルタイヤ、タイヤは変えれない。ターボはハイパーターボとかあるじゃん。変えてこ変えてこ。鈴木さん、ハイパーターボ、うん、シャシカタカナ全然分かってないけど、僕は強そうなのにどんどん変えていくね。うん、上げれるもんは全部上げちゃいましょう。チューンナップ、うん、チューンナップできるところまで、2から3、ここぐらいまでか。はい、強くできるのはカラーとか変えられんの。あ、あ、た、あ、そうなんだ。うわ、ボディカラー、あ、カラーは変えられない。ステッカー、ファイヤー、うわ、いいや、ちょっと一旦待って、切るじゃん。何やってる。そうだな、次回はちょっとデビルキラー討伐に行きたいので、ホイールとか変えちゃうか。もうカスタマイズ2、ホイールとかボディカラーはただの威嚇よね。速いとか特にないんでしょ。じゃあこれにしよう。スポークタイプ A にします。でステッカーも僕はもう貼っちゃいますね。いや、いや、ファイヤー、ちょ、いや、和柄いいよね。やはり俺にはこういう柄が似合う気もするな。そうだよ、その通りだよ。うわ、中島社長に怒られよう。よし、キリュウちゃんの愛車がどんどんかっこよくなったところで、今日はここで終わりにしましょう。いいっすね、サブストも楽しめて。次回はどうだろう、勝てると思う。デビルキラーとのレースバトルにも挑戦してみたいと思います。メインにはまだまだ戻りません。はい、ご視聴ありがとうございました。ノーカスタマイズでも勝てるもんは勝てるんだな。